こんにちは。親指、小指から。はい。中指で取り合って、2本の構え。4段箸を作りましょうね。おそらくあやとりで一番人気のある形でしょうか。はい、4段箸を。この後、ここ挟んでね。こう挟んで、くるんとやって、で、親指離してこれを取る。いきなり親指離すとバラバラになりますから、軽くこう持ち上げてね、補助的に持ち上げて、一瞬親指離してここにこう入れると。これで直前の形に戻りましたね。もう一度やってみましょう。これからこうやって、こうすると4段はしごにまたなりますからね。これを直前の形に戻すには、こう挟んでくるんとやって、これをちょっと持ち上げてね、親指一瞬離して、一瞬離して、これこう取る。このあと小指で親指取って、で、親指で中指取って、中指外して、小指を親指の輪に入れて、小指をぐっと下げると、我が流派の占領役者、お母さん富士山が現れます。小指を、ここで小指のまっすぐの紐を外しますと、パラパラっとね。今小指だけ外しましたね。ということは、小指の左右の動作でお母さん富士山ができるという理屈ですね。こうなって、小指の紐をこう外すと、こうなってね。こうして押さえて、掲げて、で、小指と小指を揃えて入れて、これでお母さん、富士山ができる。先ほどの4段はしご、これから作りましょう。先ほどは4段はしご先に作って、これに持ってきましたね。今度は逆モーション、これから4段はしごを作るという。小指こう折り曲げてね、1本外します。そして中指で親指の紐を取って、で、親指の小指の紐をこう取ってね、あと例のパターンですね。こうして、こうして、こうやって、はい、先ほどの4段はしご、直接作った4段はしごと全く同じ形、同じ構造をしています。また富士山に戻しましょう。くるんとやって、ここちょっと持ち上げて、親指入れて、で、小指でこれ取って 親指、中指取って、小指ここに入れて、小指をぐっと下げれば、お母さん富士山ですね。前回、ここで中指で裾野のまっすぐの1本を取って、小指離して、小指で親指の紐を取って、例のパターンでやると4段はしごができるというね、新しい技をご紹介しました。4段はしごね。ただし、この4段はしごは左右の輪が少し大きくて、中の2つの輪がね、小さくて、若干全体的にバランスが少しどうかないうね、そういう感じもあるということで、これの、改訂版といいますかね。これを取って小指離して、この時にすぐこれを取らずに4回こうね、いや2回、左右の4本の指を前方に2回
4本の指全部ね、1回2回とか回せばバランスのいい絡みのない4段はしごができますよとね。この形ですとね、絡みがなくて、しかも4つの輪がほぼ同じ大きさで、まあバランスがいいでしょうね。じゃあ2回回したらどうなるのというね、疑問が湧きますけどね。お母さん、ふみさんから中指で取って小指離して、ここで前方に4本の指、こう1回に2回、4本の指を前方に2回回して、1回だけならどうなるのという疑問が湧きますね。1回だけなら、これは二段はしごになりますね。二段はしご、きれいな二段はしごですね。今の二段はしごは、ちょっと考えてみますと、この二本の構えから親指離して、親指小指くっつけて、一番向こうの紐の下子、親指小指こうくぐってパッとやって、この形になってるんですね。この形ですと二段はしごになりますよね。こうして、このお母さん、ふみさんから中指で取って小指離してね、でここで4本の指すべてをこう前方にこう1回転する。そうするときれいな二段はしごができますよとね。まあ、絡みのない四段はしごということから今回のテーマはね始まったんですが、まあ、有名な取り方としてこういうのもありますね。四段はしごを作る場合に親指離してこういうふうに持っていきますが、こういうふうに持っていって向こうから2番目を取りますが、上に持っていかずにこう下に潜ってね同じ紐を取る、こうじゃなくて下に潜って同じ紐を取る、で小指離してあと同じ全く同じ動作ね、こうしますとやはり絡みのない四段はしごができますが、まあ、よく知られた取り方のようですが、これも左右の輪が少し大きいかな、中の輪が少し小さいかもしれませんね。他にこういうのもありますかね。親指、中指、中指、こちら親指だけで中指でここをこう取るんですね。こういう構えです。でここで不思議なことに、左右の親指前方に回しても後ろに回しても絡みのない四段はしごができるようですね。左右の親指だけ前方にこう一回転しましょう。そしていつものパターン、小指でここを取ってね、こうすればこれ絡みのない四段はしごができますね。ただしこれも左右の輪が中の輪に比べて少し大きいように思います。今前方に一回転しましたが、親指向こうにね、手前にこう一回転しましょう。左右の親指ね、そして例のパターンでこう、これでも四段はしごができますね。絡みがないですね。ただしこれも、4つの中で左右の輪が少し大きいかな、
中の輪が少し小さいかな。こんな風に四段はしご、絡みのあるなしね、いろんなバリエーションというかね、取り方があって、本当に、くめども尽きない神秘の世界、神秘の泉、本当にあやとりは奥深くて興味がつきませんね。大変失礼しました。